この度、新しくオーリー進学塾池袋校が開校しました。詳しくは概要欄からお願いいたします。オーリー進学塾の辻中です。今回も引き続き、豊島が丘女子学園高校から東大リーチに現役合格した堀越さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。お願いします。豊島って、東大とか医学部とかめちゃくちゃたくさん受かるじゃないですか。でも、例えば開成とか、桜蔭とか、麻布とか、あの辺のところもめっちゃいっぱい受かりますけど、結構、なんやかんや学校完結っていうかは、塾でめちゃくちゃたくさん演習してたりする人も多いと思うんですけど、僕の聞いた話だったら、豊島が丘って、学校の方でしっかり手厚くフォローだったりとか、基礎いっぱい固めたり追試とか課題やったりとか、まあ、いっぱい見てくれるっていうイメージがあるんですよね。逆にだからこそちょっともう少しプラスアルファを自分でやりたいなっていうところで、なんか実力とか SEG とかそういう塾行きたいなっていう人もいれば、カリキュラムとかでうまくついていけなくて、逆にそこちょっと補習とかフォロー的な形で塾行こうかなって迷ってる人とか、なんかそういった人もいると思うんですよね。実際どうなんだろうっていうところの実態とかちょっとお話ししていければなっていうふうに思ってます。実際肌感覚的に塾行ってる人行ってない人とかどんなイメージでした？行ってる人は行ってる、行ってない人は学校の勉強真面目にやってるイメージで、まあ、自分の体感だと学校のレベルだと東大とか医学部だとちょっと足りないなっていうのもあって、出力会とか寸大とか SAG とか難関校向けの塾に通ってる子もいるんですけど、その子たちの一部とかは高2高3になるとさすがに塾と学校の両立が難しくてどっちかに絞っちゃう子が多い印象でした、ね。ついていけなくなっちゃった子たちに関しては塾とかでフォローしないとダメなので、学校の勉強メインってよりかは多分塾の方を先に固めてから学校についていけるようにするっていう感じだったのかなって思います。確かに進度が早いって前の動画でもおっしゃってましたから、途中でちょっとついていけなくなっちゃったりすると学校だけでっていうのは大変そうです。実際例えば英語とかだったら高1とかからテストいっぱいやるからすごい強い人が多いって言ってたじゃないですか。ついていけない人もいると思うんですよね、みんなついていけてるもんなんですか、それともちょっとついていけてないなみたいな人もいたりする。さすがについていけない子も割といて、もうそういう子たちは何かしらのフォローをした方がいいかなっていうのは、うん、なんか思ってます。それこそ豊島のしっかりしたカリキュラムがあるから、そこにできれば高1高2とかは乗っかりたいですよね、乗っかりたいですね。その段階で他のことをいっぱいやるっていうよりかは学校のもので意外といけるんじゃないかって感じです、ね。そう、私は思ってます。豊島って基礎を大事にしてくれるんですけど、私はなんかやっぱり基礎が一番大事かなって思ってるので、最初はなんか塾とか他のことに手を出して基礎がおろそかになっちゃうよりかは、もう豊島市に絞って最初に基礎を固めていくっていう方針が一番いいのかなって自分は思ってます。で本当に物足りなくなったら他のことに手を出すとかするのかなって思います。堀越さん自身もそうやって基礎型めちゃめちゃ大事にやってたんですか、学校の。4ステップとか青チャートはもう2週以上は絶対全部知って。で、本当に基礎は最初に学んだ時にいかに自分の女にするかが大事だと思って。でそれは豊島で全部やってくれるし、豊島の教材だけで賄えるので、そこは自分でやればいいかなって思います。定期テストで満点を取りたくて、ずっと満点を取る意識で中学の時からずっとやってたので、とりあえず量をこなそうって思ってやってて、正直その受験を意識しなければいくらでも時間は取れるので、その質はあんま気にしてなくて量をこなすっていう方針もありかなと思ってて、なんか最初の方は受験を意識しだしたらやっぱ効率大事なんで、最初に量をこなしてれば基礎みたいな順もあると思うので、演習するにあたって質を意識してやってるっていうのがいいかなと思います、うん。高1高2とかの間とにかく学校のものとかをしっかり抜け漏れなく固めていくっていうところが大事ってことです、うん、はい。定期テストとかも難問がいっぱい出るっていうよりかは基礎によってる感じなんですか？そうですね、基礎によってたと思います。本当にたまに満点阻止問題みたいな感じで変なところ切ってきたりとかはするんですけど、もう大体は授業中に話したことを復習したりとか問題集とか解いてるだけで解けるっていう問題があるので、うん、満点取りたいからひたすら解いて、例えば数学で言うともうひたすらチャートレベルとかがブワーっていっぱい出てみたいな、はい、そうですね、めちゃくちゃいいテストですね高2ぐらいからはさすがに難しい問題出ちゃうんですけど、うん、高1までは努力してれば点数取れるっていう形式だったんで、うん、でも実際それ超大事ですもんね。数学の勉強しようと思った時によくその他の学校だと定期テスト勉強と受験勉強がちょっと違っちゃうみたいな悩み聞くんですね。私の場合は正直全部受験勉強につながってるとは思ってて、うん、高1ぐらいまではやっぱ基礎が大事だなって思って、
定期テストでいい点数取るぞって決めてひたすら勉強してたんですけど、高2高3とかは別に定期テストを意識しなくても高1までに基礎が固まってるので、なんかそんなに対策しなくてもある程度いい点数は取れるようになると思うんですよ。なので高2高3に関しては受験勉強してれば定期テストって当たり前にいい点数取れるよねみたいな感じの意識を持ってました。いかに高1の時に学校の流れに乗っかってちゃんと回せるようになってるかっていうのが大事。逆に言うと、ちょっと今ついてきてないなとか、うまく回せてないなっていう方は、なんとかそこを乗っかっていって、高2高3になった時に、がっつり大学入試演習とかしていけるようにしていくのがめっちゃ理想です。はい、だと思います。僕らも中高一貫の生徒さんめっちゃいるんですよ、森って。結局それってチャートレベルをパッと出せるようにしようとかだと思うので、そういうところはもうすごい力入れてたりするんですよね。あとは、ちょっとそこをやりきれずに高2になっちゃったって子もいると思うんですよ。公立とかだったら、演習は高3からなんですよね。なんですよね。多分高2から始まる感じだと思うんで。結構大変ですよね、そう考えると。だから中だるみとかしちゃったら戻れないんですよ。学校の流れが高校1年生ぐらいまでで基礎やって、2、3年練習やるってことなんで、まあ、ちょっとついていけてないなっていうところは、中3高1で軌道に乗せるのが大事ですよね。なので、まあそこで今ちょっとついていけてないなってことかは、僕らの塾とか中高一貫の子めっちゃたくさんいるんで、なんかそこは結構フォローできたりするかなと思いますし、あとは高2とかになって、で学校で難しい演習をしてるとかってなってしまうとなかなか立て直しづらいですよね。なので学校でやってるものと今自分が本来受験に向けてやるべきものっていうのがちょっとこううまくリンクしない場合もあると思うんですね。だからむしろそういう場合はそれこそ今本当に自分がやるべきこととかに立ち返って、もう一回学校の流れもそうだけどちょっと受験から逆算して自分なりにやるべきことっていうのを組み立てていかなきゃいけないかなと思って、でなんかむしろそういうところも僕らの方でもしっかり組み立てていって、学校の学校で使いながらフォローしていくってことはできるかなと思うので、中3とかから高校内容始まっていくと思うんですね。中3高1まあ高2の途中ぐらいまで結構ハイスピードでどん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 習っていくんですよね、はい、割と基礎的な内容が多いから本当はそれについていけるのが理想。はい、理想です。難しい内容いっぱいあるっていうよりかは基礎標準に完結してくれてると思うので、もしちょっとそこについていけてないとかがあったら変に他のことはやらずについてきるようにした方がいいですね。そうがいいと思います。ですよね。一つの方法としては塾に通ってフォローしてもらうとか、でその塾としてはこの院進学塾でもいいと思いますし、なんか私が教えてる感じだとすごい一人一人のスタイルに合った授業方法を提示してくれるので、ここの塾はとってもいいなって思いますし、まあ、実際中高一貫の子たくさんいて多分すごい感じると思うんですけど、そういった悩み持ってる人多いんですよね。なのでだからこそそういった悩みがあったらちゃんとついていけるようにしていくっていうのはめちゃくちゃ大事なことだと思うので、何かちょっとお困りのこととかがあればぜひお声掛けいただけると嬉しいです。具体的にはこちらの動画の概要欄にホームページのリンクがあって、それを押していただくと無料受験相談っていうフォームに飛びますので、そこで情報入力していただけると僕らの方にお問い合わせ形になりますので、ぜひお困りの方はご参考ください。池袋校も今回開校する運びとなりましたので、ぜひね何かお困りのことがあれば池袋校の方にもお問い合わせいただけると嬉しいです。今日はありがとうございました。ありがとうございました。